吉野さんからちょっと佐田さんにお願いいたします。はい、はい、それでは、はい、なんかいいですね、ちょっとトマトジュースっていうところがすごいですね。なんかいただきます。どうぞ。うん、味わってます。飲みやすいですね。飲みやすいですか。うん、蜂蜜入りということで、うん、もっと甘いのかなと思ったんですけど、そうでもなく、あのサラサラと、サラサラと、大変飲みやすい感じで美味しかったです、はい、この香りだけでもすごくいいトマトの香りもしますし、ちょっとプレーンもあとレモン味も試してみたいなという気がしますね、うん、吉村さんからご紹介していただきました。澤田さん、はい、今回は手強い相手ですけれども、はい、続いて岩見沢市の紹介をね、はい、していただきたいと思います。ご紹介いただけるのがこのミニトマトを使った、はい、そのまんま100という名前ですね。そのまんま100、はい、そのまんま100ってどういうことなんですか。ミニトマトのみを使用してですね、ミニトマトをそのまんま使ったものなので、あのそのまんま100という、はい、ミニトマトだけで。そうですね、はい、ミニトマトっていうのは本当に甘さがねありますよね。そうですね、あの通常のトマトはですね、あの 6%糖度 6% です、ね、はい、なんですけど、まあ、ミニトマトでしたら 10% 近くですね、あります、はい、10% というともう果物みたいですよね、甘さがね。そうですね、はい、今回は吉村さんにということでお持ちいただいたんですよね。はい、はい、吉村、ぜひ飲んでいただきたくて、自信を持って、自信を持って、はい、はい、ということですので、はい、じゃあ今度は澤田さんから吉村さんに。またこれもいい音ですね、はい、何とも言えない。香りしませんか。ああ、またあの桃太郎と香りが違いますね、やっぱりミニトマトだとね、うん、甘い香り。そうですね、うん、はい、あ、じゃあそれではいただきます、はい、いいですね、なんかこうちょっと仲睦ましく、次は吉村さんどうぞお飲みください、はい、岩見沢の。いただきます。そのまんま100ですか。はい、そう、いい飲みっぷりですね。ごくごく横で音が聞こえますけれどもね。大変美味しいですね。美味しいですか。はい、甘みいかがですか。糖度 10% ということですけど、すごく甘いですね。ミニトマトを使用してるっていうことで、うん、すごく甘みが際立ってて、あら、甘みが際立ってるということですね、はい、今回はこのお互いのね自慢のトマトジュースを飲んでいただきましたけれどもね、まあ、どちらも美味しいということで、はい。またその他の栗山町の商品も岩穂の方でたくさんご用意しております。もちろん岩見沢の商品もご用意しておりますので、岩穂にお立ち寄りください。さて、互いの町の自慢をしていただきましたが、ここで最後にですね、町の魅力を10秒で10秒ですか。10秒です。10秒で紹介してほしいと思います。じゃあいきますよ、用意スタート。はい、栗山町にはですね、今回紹介しきれなかった美味しいものだとか観光スポットだとか、いろいろ楽しめる場所がまだたくさんありますので、ぜひ栗山町へお越しください。お待ちしております。あ、素晴らしい。もう練習してきたみたいですね。そうですね、はい、ちょっと。さあ、岩見沢市から澤田さん、10秒で岩見沢市の PR をお願いいたします。はい、いきますよ、はい、用意スタート。はい、岩見沢市もですね、実は今回紹介しきれなかったことがですね、たくさんあります。岩見沢市は意外にいろんなものが、農産物もそうですし、観光イベント盛りだくさんありますので、ぜひお立ち寄りください。よろしくお願いします。はい、駅丸 TV 対決企画第3弾、今回は岩見沢市対栗山町の対決でした。ゲストは栗山町栗山ブランド推進室吉村渉さん、そして岩見沢市からは観光物産振興課澤田譲さんでした。お二人ともどうもありがとうございました。ありがとうございました。駅丸 TV 最後の決めポーズいきたいと思います。よろしいですか。はい、準備の方は大丈夫です、はい、バッチリです。バッチリですか。はい、それでは最後の決めポーズいきたいと思います。駅丸 TV 次回もお楽しみに。せーの、駅丸。
TV。